週末はお家で美味しくうち飯です。今週は松井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は春の食材レシピ、今日は新じゃがと豚肉の塩炒めです。はい、今日はですね、食感のいい新じゃがと豚肉、ピーマンを炒めます。味付けは塩で、新じゃがの旨味を生かします。簡単にできます。はい、それではお願いします。はい、まずですね、じゃがいも、今日の主役のじゃがいもですね、そちらをだいたい2個から3個 250g なんですが、これを千切りにします。はい、2、3ミリの千切り、結構細かめなんですよ。やっぱりね、シャキシャキにするためにちょっと細めにします。なるほど。はい、それでスライサー、得意な人はスライサーでここをスライスすると非常に均一に綺麗な千切りができます。絶対スライサー派です、はい、あ、そうですか。私はね、手もスライスしそうでね、なんか怖いから。あ、そう、指もスライスしそうな感じがして。確かに、気をつけないと怖いですよね。なんとなく包丁派なんですよ。だからただスライサーでやるとね、本当に均一になって綺麗にできます。はい、新じゃがいも 250g を使っていきます。はい、みずみずしいですね。そうなんですよね、これがね、新じゃがの特徴でね、本当にシャキシャキっと切ってでも本当に違います。はい、こちらを今度ですね、水にすぐさらします。これが一つのポイントでね、色が変わるのと、あと食感が良くなりますので、こちらを必ずお水にさらしてください。はい、はい、今回はこちらがポイントです。すぐに水にさらしてください。はい、これを少し置いておいて、この次にこのお肉になります。はい、豚肉です。はい、生姜焼き用のロース肉をこれ 150g、結構150ってあるんですよね。はい、こちらに下味をつけていきます。はい、ですね、お塩、はい、まずは 150g のお肉に塩、はい、はい、お肉はですね、7ミリぐらいにこう切ってます。はい、はい、それにお塩、とあとお酒、はい、お酒が小さじ2です。はい、そして胡椒、少々胡椒を振って、はい、胡椒をつけます。はい、それでこれでまず一つこうお酒の水分がこう中に染み込むように少しこう揉みます。揉んであれにしますね。そしたら今度片栗粉、小さじ2でちょっとコーティングしてあります。はい、片栗粉は小さじ2を混ぜ合わせていきます。はい、そうするとね、お肉が滑らかになります。そして最後に油、油をね、小さじ1、はい、これをやるとくっつかない、サラダ油です。焼く時にばらしやすくなります、ね、そうなんですよ。これやらないとね、どうしてもね、やっぱりくっつきやすいんですよ。はい、ね、この順序、最後に油入れてくださいね。そうしないと、やっぱり最初から油入れちゃうと馴染んじゃって、ね、片栗粉の後に油、はい、ね、そうです。味もね、馴染みなくなっちゃいますね。そうなんですよ、はい、順番も大事です。はい、フライパンにこれ中火で大さじ1の油を入れます。はい、炒めていきます。はい、大さじ1の油です。はい、そして入れちゃいます。はい、ね、油でコーティングしてからさらに油入れるんですよね。そうするとね、一つずつがこうよくチンジャオロース作る時とか、こうお肉をこうバラしたいっていうか、こう、ね、千切りにしてやりたいっていう時はこのやり方にするといいです、はい、ほぐれやすくなるのか。で、今回はね、豚肉ですけど、鶏肉も同じように やってくだされば、お肉はいいです。はい、牛肉も下味的にはみんな同じ感じになります、はい、そして本当だ、ほぐれていってる、ね、そうね、バラバラにこうなってきますので、はい、こうしたら今度、はい、はい、焼いてる間にこの次にじゃがいも同じくらいの、ね、大きさに切るっていうのも大事ですよね。はい、そうです。じゃがいもの方に入ります、はい、さっきの
あれを水切りします。もうね、あのシャッキリしたいからやっぱり浸してる時間をちょっとね長めに取りたかったんです。よく水切り、水切ってください。はい、はい、そしてより荒れないように私はこういうふうにちょっとキッチンペーパー、あ、ペーパー使って丁寧に、はい、丁寧に、うん、そうするとね、こうシャッキか食感がになりますので、はい、よし、お肉の方は火が通り始めました。肉の方も、はい、いい音がしてますね。いい香りがもうしてきてます。いい焦げ目が、ちょっと焼き色ついてもね、いいですね。このぐらいメイラードした方が、はい、よし、ここで、はい、水分はしっかりと、はい、しっかりと取った今度じゃがいも、ここからね早いんですよ結構。はい、で、はい、そしたらばじゃがいもと、はい、もう入ります。ちょっと火はね若干この強火にしてください。はい、強火、もうこっからがね早いんです。じゃがいものシャキシャキ、シャキシャキ感を残したいので、結構これに今度生姜、千切り、うん、ひとかけで、ね、これも千切りにしてます。アクセントになるんですよ、はい、ですいいかも。そう、こちらも千切りにしてください。生姜を炒めます。食感を残して炒めるんだ。そうです、あの今ちょうどねスーパーに行くと、冬越しした芋も、普通のじゃがいも、普通のじゃがいももありますんで、はいはい、ね、間違いないように。いや、間違わないですよ。多分新じゃがって書いてるからそうなんですよ、やっぱりね、これにはやっぱり新じゃがが合います。ちょっと透明になってますね。はい、少し透明になってきたらもうですね、今度はピーマン、はい、ピーマン2個分です。ピーマンと、はい、あとお塩、塩、はい、もう本当に塩だけなんですね。本当に塩だけなんです。塩3分の1で味付けってことですね、はい、わー、いい香り、それでできてます。もうね、ピーマンが色鮮やかになってきたら、もうこれで出来上がり、OK です。早い、早いですね。早いでしょ、うん、ね、はい、炒めたら早い、ね、そうなんですよね、うん、もうお肉が合いになったら早い。そうか、はい、今度盛り付けに入りますね。はい、じゃがいもがね細かく切ってるから火通りも早いんですよ、うん、そういうことね。そういうことです。でシャキシャキ感を残したいので、うんうん、はい、 そしてですね、子供さんがいる場合はあれなんですけど、うん、ラー油、うん、ちょっとまたラー油を少し、うん、まあ、お好みでって感じですね。お好みで、はいはい、お好みでラー油を適量かけてください、はいはい、そうすればこちらで出来上がりになります。シャキシャキ食感の新じゃがと豚肉の塩炒め、この後みんなでいただきます。うちめし、今月は春の食材レシピ、今日は新じゃがと豚肉の塩炒めです。それではいただきます。いただきま す。香りがいい、うん、そうですか、よかった、うん、シャキシャキにしがってます。キシャキですね、うん、よかったです、うん、シャキシャキ、それね、やっぱり新じゃがの特徴っていうか、うん、生姜が効いてる。そうですね、うん、塩だけで、ね、味付けなので、うん、それぞれの味もしっかりしてて、うん、新じゃがの味も楽しめますね、うんうんうん、やっぱりねアクセントにちょっと何か入らないとちょっと物足りないかなっていうのがありますので、うんうん、いやぜひこう、うちにある食材ですので、うん、ぜひやってみてください、うん、青みもいろいろとこれから出てくるものを入れてもいいと思います、うん、ご飯にも合うし、なんか麺類の上にトッピングしたいなっていうのもありますね。あとビールにも合うよね。合うね何でも合いますね、うん、そう、はい、結構ねお弁当のおかずとかあの、うん、にもいいです。冷めてもそれなりにいいですよ、うん、はい、ごちそうさまでした。それでは材料の確認です、うん、今日の分量は2人分です。じゃがいもは切ったらすぐに水にさらすと変色を防いで歯ごたえが良くなります。シンプルな味付けの新じゃがと豚肉の塩炒め、ぜひお試しください。今日のレシピは番組の放送終了後、サタナビホームページでも確認いただけます。